かけるうぐいすさん講座。今回は取り急ぎ出陣式についてのご質問をいただいたので、確認することだけ羅列してお伝えしていきたいと思います。ちょっと時間がないので、こんなお伝えの仕方で編集もせず申し訳ないんですが、よろしくお願いいたします。さて、まず出陣式をうぐいすさんが頼まれた場合、大抵はうぐいすさんではなくて地元の有権者の方たちの中で有志のスタッフの皆さんで行うことが多いんですが、まあ、たまにうぐいすさんが頼まれることもあります。頼まれてしまったらどうしたらいいのか、困らないようにするためには事前にしっかり確認しておくことが大事です。何を確認するのか、まあ、初めてやる方はここがわからないので大事なことをお伝えしていきますね。まずは時間です。何時から行うのか、これね、出陣式が行われる日というのは選挙の告示日初日ということになります。市役所で手続きをして、それからの、軽く遊説した後のことになるので、午後行われる場合がとても多いです。ただ、候補者によってはあっちの地域とこっちの地域で2カ所でやりたいということもあって、午後と夜に2回とかね、本当にいろんな場合があるんです。そして何時までやるのかという、だいたい所要時間も確認していくことが大事です。所要時間が分かっておくと、こちらの心構えもできてきますので、よく確認しておいてください。スタート時間がはっきりしていると、その時間のために呼び込みをすることができますね。本日何時より事務所前におきまして出陣式を行います、皆様どうぞお集まりくださいませ、という案内ができますので、こちらも忘れずに確認しましょう。そして場所ですね、場所は事務所の前で行うことが多いですが、特設ステージを組む場合もあれば、事務所の中のお部屋の中でやる場合もあるし、あるいは駅前のロータリーを借りる場合もありますし、いろんなところでやることが多いんですね。有権者の大きなお店の駐車場を借りてやるという場合もあるんです。本当にいろいろありますので、この場所がどこでやるのかということもよく確認してください。私が以前やった、これは出陣式ではなくてマイク納めだったんですけれども、とんかつ太郎さんの駐車場で行ったことがあるんですね、マイク納め式を。その時に、30分前からずっととんかつ太郎さんの駐車場をお借りして、とんかつ太郎さんの駐車場をお借りしてなんて言ってたので、とんかつ太郎さんが盛り上がっちゃったことがあるんですね。まあ、こういうこともあります。ただ場所は明確にお伝えしていかなければいけないので、どこそこ、例えば駅で言えば何口か、北口、南口、こういった改札のどっちなのかということもはっきりとお伝えすることが大切です。大きな駅になると、駅の反対側に行くまでに5分かかるということもありますのでね、気をつけてください。はい、そしてスタイルですね。スタイルはどんな感じかといったら、音響設備がどうなっているのか、集客はどうなのか、雰囲気はどういうふうにするのかということですね。元気いっぱいの様子でやるのか、マイクは車のマイクを使うのか、車のマイクとスピーカーを使ってやるのか、あるいは特別にマイクが用意されているのか、こういったことも確認していく必要があります。どのマイクをどこで使うかということは、スタッフの方も素人の場合わからなかったりするんですね。誰から借りるのみたいなこともなってくるので、じゃあ戦車が到着したら戦車のマイクを使えばいいよね、じゃあ戦車のマイクを使う場合どういうふうになるんだっていう流れも必要になってきます。車はどこにの場所につけて、どういうふうにすればハウリングが起きなくて、どういうふうにすればいいのかっていうことも必要になってきますので、マイクはどうするのか、場所はどうなのか、雰囲気はどうなのか。雰囲気っていうのは、例えば若い候補者であれば元気いっぱい、力いっぱい、正義感みたいな感じで行っていくので、ウグイスもそれに準じたといいますか、同じように元気いっぱいに、笑顔いっぱいにやっていく必要がありますし、ベテラン候補者であればそれなりの落ち着いた雰囲気、ドンと構えた、こうなんて言いますかね、威風堂々のような雰囲気でやっていく場合もありますし、また初めての候補者なんだけれども、年齢は60歳70歳と少し高めの年齢で、だけれども溢れる正義感と、それから周りの人たちに担ぎ上げられて、もう嫌とは言えなくてというような、とても誠実な人の場合、まだまだやれますよっていうね、期待がかけられますよっていう時は、少しこう親近感のあるような話し方をしていくと、
とてもいいんじゃないかなと思います。はい、という雰囲気の話でしたね。集客は集まってくださった有権者の方たちはどんなところに集まっていただくのか、事務所の前であれば例えば道路に面していることが多いですよね。そうするとこっちから先は車が通るのでロープの中に入ってくださいだとか、印をつけておいてここからはみ出さないようにだとか、そういったこの会場整理もしていかなければならなくなります。これもよく確認しておくこといいですね。そして、ゲスト何人来るのか、人数とそれからどなたが来るのか、大事なのはフルネームと肩書きです。フルネームと肩書き、よくねご近所さんだったり仲良かったりして候補は仲いいから、あ、なんとかさんだよ、佐藤さんだよ、伊藤さんだよなんていう場合もあるんですけども、ご本人が分かっててもそのもしかしたら息子さんになっちゃうかもしれないし、名前がはっきりと分からないといけないですね。まあ、必ずしも全員が知ってるわけでもありませんので、お越しいただくゲスト、これがまた国会議員の応援弁士だったりすると名前を間違えると大変なことになってしまいますので、フルネームと肩書きは間違えずに、そしてこれを順番も大事になってきますので、その一人一人ご挨拶いただく順番、これもよく確認してください。やっぱりだんだん大御所になっていくような順番になっていきますので、この確認はやっぱり事務所の方としっかりと打ち合わせをする必要があるかと思います。でその他の段取りというふうにしてこちらに書いたんですけれども、その他の段取りというのは、まあ、戦車が到着して出陣式を行って出発するというこの一連の流れが言葉で整理してお互いに目に見えるように分かりやすく理解しておく必要があります。なのでこの段取りをよく確認してください、ね、これがね、例えば商店街の一角を借りて出陣式をやる場合、誰かの車で場所取りをしておく必要が出てきたりするわけです。そうするとその場所取りをしていただく車が何時から何時まで止まってますと、でその車の後ろにつけるとその車がスーッとどくので、そこのふさわしい場所に車を戦車が止まって、そこで、候補者が颯爽と出てきて、集まってくださった有権者の皆さんと一通り握手をして、その間ウグイスは場をつなぎながらこれから出陣式を行いますということを言いながら進めていき、その時ウグイスは外に出て喋るのか車の中から喋るのかも確認しなきゃいけませんし、まあ、基本的にはウグイスという立場でやるのであれば車からは降りません、はい、これは車上運動員ですので、ウグイスという立場で司会をするのであれば、これは車の中で声だけで司会をしていく必要が出てきます。車からは降りません、はい、で車の中に何人かウグイスが乗っていた場合は一人を喋る人を残して、あとは外に出て手を振っておく、喋らないのでね、手振りをしていくということができると思います。あるいは候補を、握手をするのであれば誘導していったりだとか、あるいは状況を確認して一人が連絡係になって、次はなんとかさん到着しましたとか、マイク届けましたとか、後援会長こちらにいますとか、候補こうなってますとか、あ、ちょっともう少しつないでくださいとかという状況の確認をして、ディレクターのアシスタントディレクターのようなお仕事をしてあげるとお互いに助かるかなと思いますね、そして、今度一連の出陣式が終わった後、候補は、それではよろしくお願いしますと最後の挨拶をして、マイクをその余ってるウグイスに渡すのか車の中に投げ込むのか、それは分かりませんが、それを確認してください。そしてその受け取ったマイクを整理しながら、今度はその候補が握手に歩いたのであればウグイスがついていって、車まで、ね、誘導できるようにしていかなければなりませんし、そうでないならば、まあ、そのような段取りにしていくということになるので、まあ、何かしらの段取りは流れではあると思います。でその握手をしているのであれば、出発時間まで出陣式が終わるまではあと何分というのが決まっていたはずなのでね、
となるとあと5分で出発ですってなれば、それをマイクでアナウンスしたりとか、司会をやっていたウグイスがそのまま出発までのバツナギで喋り続けなければいけません。これがね、みんななかなかわからないらしいんですけれども、ウグイスっていうのは泣き止んではいけないんです。マイクを空白にしてしまうような、じっと黙る瞬間というのは作ってはいけないんですね。なので到着してから出発するまで、1人なら1人、2人なら2人、ずっと喋り続けなければならなくなります。これをきちんと念頭に置いて、なので喋りながらでも段取りが理解できるように、事前の確認というのはきっちり行っておく必要があるんです。これが慣れてくると短い打ち合わせでパッパッパッと進められたりするんですが、そうでもないとやっぱり時間をかけてしっかり打ち合わせをする必要がありますし、その喋りながらあっちもこっちも確認していくなんてできませんので、周りにいる一緒にね車に乗っているウグイスさん同士で連携しながら、お互いに確認しながら時間を見たり、他のスタッフさんとの連絡を取り合ったりしながら、スムーズに行えるようにしていかなければなりませんね。チラシを配ったりする場合もあると思うんですけども、ウグイスさんは車上運動員ですのでチラシを配ることはできません。法廷ビラをお配りするのはそれ用のスタッフさんがいらっしゃるはずなんですね。ということはウグイスさんができるのは受け取るように促すことなんですね。集まってくださった方につなぎで、今スタッフがこのような法廷ビラをお配りしております、候補の思いが書かれております、どうかお受け取りいただいて、ご一読くださいませ。候補のこの思いどうかお受け止めいただいて、来たる何月何日の投票日にはなんとか候補についてお心を決めいただきますように、どうぞよろしくお願いいたします、なんていう風にね、こうチラシを受け取らなくてもいいよとか、なんていうの、商店街のチラシとは違って、これは町の法律、これからの政治が決まるために必要な情報源の一つなんだから、ぜひ有権者の方は受け取って、まあ、あっちでもこっちでも受け取ると思いますけども、それをよく読んで見比べて一番いい人にこう投票してくださいねってことが大事になってきますのでね。なのでこうビラをしっかりと受け取っていただくことも促す必要はありますが、ここまでできるのは相当なベテランですので、最初はそこまでやろうとしなくていいです。最初にやっていただくのは、まずはお越しいただいた有権者の方に感謝を述べること、それから何時から何時まで出陣式がやりますよっていう、このお待たせしている有権者の方たちに負担のないように、あ、何時までなのね、じゃあちょっと立ちっぱなし30分つらいけど話を聞けるまで頑張ろうかねとかね、あ、なんとかさんのっていうなんか国会議員が来てくれるの、じゃあちょっと話を聞いてみようかねとかね、そういうふうになっていただけるように、この出陣式がどういうふうに進むのかというこう CM ですね、これをしっかりとやっていただく必要があるでしょうね、というのがこの呼び込みの時のアナウンス。なんか話が前後しちゃってごめんなさいね。はい、なので出陣式が行われる時というのは、まず確認することは事前にもう何日も前から確認できるのであればしっかりしてください。そして何回も何回も打ち合わせに出向くなら出向いていただいて、進めていっていただきたいと思います。電話でもいいし何でもいいのでしっかりと確認しておくこと、そしてフルネームと肩書き、ゲストの方が一通り決まりましたら、それがスムーズに言えるようにしっかりと自分の口で声を出して練習しておくこと、いざ始まりましたら車で、到着するときには皆様お越しいただいて、お集まりいただいて誠にありがとうございますという感謝の気持ちをきっちりと伝わるように述べてから、出陣式がこれから始まるよと、今準備していますので待っててねというアナウンスしたりとか、まだまだ集まってきてますのでちょっとお車の邪魔にならないようにもう一歩前にお進みいただけますかとかね、自転車が通るので気をつけてくださいとかね、こういったこともちょっと気を配りながらですね、準備を進めていただいて、そしていざ出陣式が始まったらこうきっちりと出陣式を進めていきます。それから出発の時に、それではただいまよりなんとかかんとか候補出発いたします、皆様大きく ご支援のほどよろしくお願いいたしますとか、なんとかこう元気いっぱいに出発できるように、で候補も車から体を乗り出してね、みんなに手を振りながら行くぞみたいな感じになれるようにちょっと盛り上げていただきたいと思います。
出陣式の台本というのは作ってもらえるのであればぜひ作ってもらってください。ただしその、ね、素人が作ると読み方がわからない、わけのわからない台本になりますので気をつけてください。よくそのいただいた台本もきっちり読み込んで確認することで、書き込めるのであればもう自分の手で細かいところをたくさん書き込んで自分だけのあのアンチョコになるようにしっかり押さえておく必要があるかなと思います。ということで出陣式について、出陣式を任されたビギナーズウグイスの皆さん、ぜひ頑張って心に残る出陣式をやってみてくださいね。もし今回失敗しちゃったかもって思っても気にしないで、どん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 毎日の遊説で取り戻して頑張って、後悔のないように悔いのないようにウグイスのお仕事を進めていってください。では失礼します。